どうもお疲れ様です。舞姫大学の特別講義でございます。今回ですね、濃いファンを100人作ると、まあその100人のファンからまあいろいろなね、コミュニティを構築して、そして自分の暮らしはやっていけるんでしょうかってことです。もうちょっとはっきり言うとですね、100人のファンがいればそのファンからの課金でやっていけますかってことなんですよね。まあこれはね、まあシンプルにそうだと言えるんじゃないかなと思います。やっぱりファンの濃さにもよるんですけども、100人もファンがいるってことはね、まあこれは相当すごいことなんですよ。10人でもすごいと思いますよ。でも普段のリアルな暮らしの中で自分のファンっていうのがね、何人か見当たりますかってことを考えると、これね案外見当たらないと思うんですよ。不思議なことにですよ、不思議なことにこういったスマホとかテレビ画面を通じて見る人のイメージとリアルに会って見る人のイメージっていうのは大きく違うんですよね。でどっちがどういうふうに重みを持ってるかというと、なぜかですね、テレビ画面や写真を通じて繰り返し繰り返し見た人に直接会った方が感動はでかいんですよ。これはですね、昔からね、そうですね、文通っていうのがあるでしょ。やったことある方いますかね。私は文通結構やった方なんですけども、文通で、手紙のやり取りを繰り返した後にやっと相手方の写真が来た、やっと相手方と直接会えるようになった、こっちの方がね募り募った思いっていうのがものすごくね濃い関係になっていくんですよね。ただ直接会ったところからスタートするとどちらかというと減点減点減点になっていって、だんだん慣れていってありがたみが薄くなっちゃうんですよね。まあそして人間の深みが出ていった頃にリアルな人間のありがたみっていうのはまあ徐々に分かっていくんですけどね。そうですね、時にね親子関係にこれねなぞらえて言うと分かりやすいかもしれませんけども、まあお父さんお母さんとね実際に暮らす時間が長いと思いますけども、あるところでね、自分の両親がまあ疎ましく思う時期って来るわけですよ。そして親から離れて暮らしていくと、いつだったか時間が経った時に、あ親ってありがたいものだったなというふうに思う時期が来るんですよね。まあその頃には親ってのはねどっかにいなくなってしまうっていう悲しいことが結構あるんですけども、だん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 こうね自分の人生と経験の中で、思考に深みが増してきて、ありがたいものと大切なものっていうのの順位が入れ替わったりするんですよね。まあけどビジネスの世界で言うと、どちらかというと自分のことを一方的に見てくださってる方に関しての思いと、自分が一方的に人を見ているこの思いとのこのギャップっていうのはかなり大きくてですね、やっぱり情報発信を常にしている人っていうのはそのあたりを、きちんと捉えるべきかなと思いますよね。ものすごく分かりにくい言い方になっちゃいましたけども、これはね私も同じように YouTube のいろんな番組を見るわけですよ。そうするとね、ああこの人にはこんな人格が備わっているんだろうなっていう風な先入観が出てしまうんですよね、発信者に対して。で実際にその方にお会いしてみたいなとかね、興味を持つようになるんですよ。でその方が直接は会えないけども商品を販売したら、なるほどと、この商品を買うか買わないかっていうと、買うことによってよりこの人に近づけそうだなと思って商品を買うことがあるんですよね。でその方が例えばオフ会をやりますってことになると、ぜひ行ってみたいなってことになったりするわけですよね。まあさまざまなYouTuberさんがいらっしゃる中でミュージシャンをやってる方がいらっしゃいますよね。でミュージシャンの YouTube を見てると、やっぱ曲の発表もしてるんですけども、直接目の前で聞きたいな見たいなっていう思いにもなったりするわけですよ。そうやってだんだんね濃さってのが変わっていくんですよね。じゃあそれを今度は自分が発信者として使うときに、どういったものだったらより身近に人は感じてくれるだろうかっていうふうな、今度はこう戦略になっていくわけですよね。でそれを順番にやっていくと、濃いファンってのが意図的に作れることになります。そして濃いファンっていうのはやっぱりこちらからしても自分の意図を汲み取って受け取ってくれるわけですから、ありがたくって、こちらからもね濃いファンに対しての濃い発信者になることができて、まあ相思相愛になるってことかなと思います。そういう意味で言うと、別にお金だけじゃないんですけども、人生のいろんな場面でね支え合えるような、そんな関係ができるんじゃないかなと思います。まあそこが一番ありがたいことですよね。まあそうなるとね、商品を出して、買っていただくとか、まあそういった視聴者さんからのニーズに応えていくことっていうのは両方ともね
自分を築き上げるためのものすごく大事なものになると思うんですよね。はい、何かとね言い方が曖昧になってしまいましたけども、まあ私の感覚としては結論100人のファンで十分暮らしていきます。逆にですね、視聴者さんが10人20人しかいないっていう風な考え方もできますけども、むちゃくちゃ濃い10人20人だと言えますよ、うん、だって他のね無数にいる人ってのは参加してこないわけですよ。でも再生数が安定して10あるってことは、10人の濃い視聴者さんによって自分は支えられてるんだなって考えることができます。どん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 ね、抽象化していって一般化していくと、ファンは増えるけども薄くなっていく、どちらを取るかになってきますよね。はい、まあ一番いいのは広く、浅く広げる発信と濃く深く突き刺すような発信とね、同時にやっていくことかなと思います。でその割合が広い抽象度の高いものが9だとしたら、濃いニッチなものを1にしていくと。当然濃いのをやった時は再生数落ちますけどもね、再生数が落ちるというよりも濃いエッセンスが見えてくるという、まあそういうふうな捉え方になるかなというところでございます。ちょっとね今回、捉え方が難しかったかもしれませんけども、情報発信をされている方の励みになれば幸いでございます。それでは、未だにここがね赤いのがついてますね。それから白髪を染めに行けてない50歳の速稼塾の久保がお送りしました。まだ肩が痛いです。昨日ね MRI の写真を見ましたけども、白くね炎症してましたね。やっぱりね、その炎症を今ちょっと強めの薬をいただいたんで、それで和らげることと、湿布作戦でどんどんね痛みを腫れを引かしていくっていう、そういう風な作戦に出るようになりました。教わった肩のほぐしもやりながら、様々やりながらね進めていこうかと思います。はい、いつもありがとうございます。